ストライクワールドに破滅の時が迫っていることを知った一人の少年。5人のヒーローを集め転生たちを倒す。それが破滅を止める唯一の道なのだ。少女に託された予言の言葉。愛する世界を救うため少年は時空を超えて旅立った。命がけの冒険。鮮やかな交渉術。何これ、いらない。あわわわわわわわ。ブリタニアに栄光ある。にぃにぃおらおら。少年を襲う幾多のトラブル。何者にもくじけぬ強い心。そしてそんな少年の熱い思いがヒーローたちの心を揺さぶり、今ここに予言の通りにヒーローたちが集結しようとしている。さあオラ様に続くである。みんなで力を合わせてストライクワールドを救うである。断る。素性の知れぬ者など足手まといなだけだ。足手まといではないである。ここにいるみんなは転生を倒したヒーローである。そうよ、失礼よ。待て、挨拶が遅れたことは詫びよ。打天の王ルシファーよ。私はブリタニアの王アーサー。こちらは魔術王ソロモン。箱舟の主ノア。希望の少女パンドラ。みんな世界の危機を救うために集まった戦士だ。君と一緒に戦えることを光栄に思う。おもちゃをぶら下げて戦士気取りか。おもちゃかどうか試してみるか。面白い。いけません。お願いです、どうか二人とも心を静めてください。ルシファー、どうしたのです。あなたらしくもない。ルシファー。ねえオラゴン、これってどういうこと。予言と違うんじゃない。ドララー。ください、ルシファー。もはや展開だけの問題ではありません。ストライクワールドが消えるかどうかの瀬戸際なのですよ。彼らと力を合わせるしか道は。気楽なものだな。父へ赴くのはいつも我々で、お前は命じるだけだ。そんな、私は転生どもは私一人で倒す。私の仲間はお前たちだけだ。みんな探したである。姿が見えないからみんな心配してましたよ。すみません、考え事をしていたらいつの間にかここへ。大丈夫であるか。ダメですね、ルシファー一人説得できないようでは。私こそ足手まといです。そんなこと。ずいぶん前にも一度天界が滅びかけたことがあったんです。その時自らの命を捧げ
天界を救った指導者がいました。私にとって心からの憧れであり理想の人。ほら、私は迷い悩んだ時いつも胸の内で尋ねるんです。どうか教えてください。私は今一体何をなすべきか、何をなすべきか。おいおいおい、てめえ何ばっくれようとしてんだ。おら、手塩にかけた新兵器のお披露目だぞ。じっくり見ていけ。ほんと、ゲブラー、お前たちも早く逃げろ。あれを完成させたのは私の間違いだった。イエソドは自分の野望のために我々を犠牲にするつもりだ。我々だ消されるのはてめえだよ、このシャバ像が。忠告してやったのに、この分からず屋の単細胞どもが。判決は有罪。これ式でこの天聖コクマー様を殺せると思ったか。おとなしくしろ、お前にはまだ利用価値がある。めちゃく貴様。あれってさ、コクマーの星じゃねえの？己の故郷が役に立ち、奴もさぞや嬉しかろう。裁きの光だ。
だよ。お姉ちゃん。